いつもありがとう。 Hi, how are you? サナエです。前回ですね、こういうお話をしました。年齢によって、英単語の与えるテーマとか個数っていうのは絞らなくてもいいよというお話をしました。でですね、じゃあどういうふうに、お子さんに、そういう言葉を与えていったらいいかなというお話です。はい。我が家ではですね、知ってる方も多いと思うんですが、絵本、はい、ちょっとここにあります。絵本、はい、ここにあります。絵本、はい、絵本です。はい。絵本ってね、たくさん言葉が入ってますよね、詰まってますよね。その詰まってる言葉をたくさん子どもたちが吸収できたら、いろんな分野の絵本もあります。少しずつステップアップして、絵本ではなく英語の本も読めるようになったら、本当にたくさんの言葉、そして文化、情報、いろんなことが学べる。本ってすごいですね。なので、絵本をまずは小さいうちから読めるようになるっていうところが一番の目標なんじゃないかなと思います。はい。我が家では、そういうふうに、して、今ね、お姉ちゃん、小学校2年生ですけど、絵本を読めるようになってますので、もうひたすら読んでます。はい。そして、それをね、楽しめる心を持たないといけないと思うんですよね。はい。そういうところをお母さん、お父さんがね、育ててあげることができたら、もうこれはかなりバイリンガルとしていい線いってるんじゃないでしょうか。はい。ではまたお話ししたいと思います。絵本いいぞっていうお話でした。 See you next time!